ホークス、すべてを失う。福岡ソフトバンクが巻き起こした、和田剛人的故障騒動について、選手会は、人的故障制度を無視した可能性があると指摘している。選手会は、プロテクトリストが守られているのか、いないのかを監視する第三者の監視機関を設けて、ルールを守らせるべきだと主張している。また、選手会は以前から FA 制度改革を求めており、年数の短縮や金銭故障人的故障の撤廃を提案している。ソフトバンクが失ったものは、買いのだけではないかもしれない。ソフトバンクと選手の信頼関係が今シーズン、どうなってしまうのか心配や。プロテクトから外した和田をルール通り移籍させるようにしていれば、賛否両論あったとしても球団として筋を通すことができた。和田も指名してくれた西武で頑張りますと受け入れていれば他方面に迷惑をかけずに済み、和田自身さらに応援される選手になっていた。ただそれだけのことや。勝手に西武が和田を指名したことにするなよ。プロテクトの話は口外できないんや。結局は誰がプロテクトされているかいなかったとかわからないから問題なんや。選手の名誉などもあり公表まではしなくても、一旦はどこかに提出するなどの対策は必要にはなるかも。混乱を与えた球団はきちんと責任を取るべきや。選手会の意見もわかるんやが、完全にそうすると金持ち球団の独走になってプロ野球人気自体がなくなるやろ。どこかで戦力均衡を保てる仕組みは必要や。人的故障対象選手に拒否権がないんやが、年俸は故障されとる。期間の短縮については十分検討できるやろうけど、人的故障の撤廃はさすがにどうかと思うわ。選手会は和田を批判すべきやろ。だだこねたんやから、実績あるから許されるじゃ人的故障の制度が成り立たんわ。和田は身内で実力者だから批判しづらいなんてありえんわ。買いのだって身内なんやから身内のことを考えた対応しろよ。選手会は MLB のような、自動 FA を受け入れるんか？人的故障がなくなれば、ソフトバンクが金に明かせて選手をかき集めるのは目に見えとる。